こんにちは、速稼塾の久保です。高級石焼き芋さんからのメッセージに返信いたします。今回はデーモン小暮さんのことについてね、語られていました。私とデーモン小暮さんの出会いは中学1年生から2年生だったんですけども、当時ね野球部に入ってまして、バッティングセンターで流れているテレビジョンの中から聞こえてくる「蝋人形の館」というデビューアルバムでしたね。でデビュー曲がかかってきて「おなんだこの曲はすごい!」と思いながらね、すごいファンタジー面白いなと思いながら見てみると、クオリティが非常に高くて、バンドというね、概念に興味を持っていた私はすぐにデーモン小暮さんのファンになったわけですよね。そしてデーモン小暮、ラウドネス、アースシェイカー、この3つのね、ジャパメタと言われるバンドを今でも好きなんですけども、そこから始まって私のねバンド遍歴っていうのはアンセムという、これもジャパンメタル世界に出ていったわけなんですけども、柴田直人さんを中心とするこれコナミのミュージックチームにも入ったんですけどね、柴田直人さん率いるアンセムというものに至りました。でここで何を言いたいかというと、デーモン小暮さんの話なんですよね。デーモン小暮さんは私が中学2年の時にオールナイトニッポンをやっていましてですね、そこで「我は求め訴えたり」という書籍を書いてるんだということをね、知ることができました。そして私当然その書籍を買ってですね、少ないお小遣いの中から「我は求め訴えたり」というこのぐらいのね本なんですけども、買ってもうね何十回も読みましたね。いまだに読んでますね。でその中で私のいわゆるね悪魔と神との価値観を大きく揺るがすような一文があったわけですよ。それはですね、デーモン小暮さんが神様ゼウスに対していろいろとね不満を漏らしているページがあるんですけども、その中で人間はいいことは神様がやって悪いことは全部悪魔のせいだというふうにね考えているだろうが、そんなことはないと。俺たちに身の覚えのないことまで俺たちのせいにされて迷惑だと。もっと言えばゼウスがした失敗をまるで我々のせいだというふうに歪めて、ゼウスも人間たちも考えているのは甚だ迷惑で、いちいち人間たちのね、邪魔をする私たちも暇ではないんだと、勝手なこと言うなみたいなことをね書いてたんですよ。少なくとも私はそう受け取ったんですよ。そこで私はね、確かになと、悪がいっつも悪いことをわざわざするために骨を折ってることはないなと。で悪魔も人間に対していいことをしている面もあるなっていうことも考えてるんですよ。それはですね、悪魔がですね人間を誘惑する際にまずは捧げ物、褒美、もういろんな力をね人間に対してプラスとして使うんですよ。人間にこの贈り物をやろうと、人間お前はあの女と付き合えるようにしてやろうと、その代わり魂をよこせみたいなことを言うわけなんですけどもね、これはだから悪魔が自分の能力を人間に魂という対価を、提供することでね、求めることによるビジネスだと思うんですよ。で人間はそちらの方に組みするのか、それとも神様の苦しくてつまらなくて不愉快な規律に従うのかということが求められてるんですよね。で最近の動画でも申し上げましたけども、エホバという神様も随分ね人間に我慢をさせることが好きなんですよ。そしてその我慢をして人間は欲を捨てていって、もう神の教えの通りに生きるんだってことをやると永遠の命がもらえるそうなんですけども、その神の言いなりになる永遠の命って果たしてそれはいいのかなと感じることが私が今ね思ってるんですよ。で限られた命であろうとも自分の心をねしっかりと満たして思うように生きる人生の方がもしかしたら輝いてるんじゃないかなと思うんですよ。人生ってのは長ければ長いほどいいってもんではないと。もっと言うとですね、長ければ長いほど聖者に疎まれると、若者に疎まれるという面もあります。生きていればいるほどですね自己肯定感が強くなって、自分の経験と言われるものにですね随分依存してしまうんですよ。俺は30年の経験がある、40年のベテランだっていうふうに考える方いると思いますけども、どうなんでしょうか。30年やらないとベテランになれないのか、それとも 2,3 年でベテランになるのか。若年層で力を持っている人の方がもしかしたらすごいのかもしれないなと思うんですよね。こういうふうにとかく価値観とか性とか悪とかっていうのはその物体とか現象をどの角度から見るかによってだいぶ違うんだなと思うわけなんですよ。今回の動画のまとめにね分かりやすい例をお話しします。ノアの洪水によってある家族がね動物の家族がいるんですけども引き裂かれたんですよ。そうノアの箱舟に乗れるのは一対の動物だけだったんですよ。でもその一対の鹿にしましょうか、鹿にも仲間がいて家族友人がいたんですよ。鹿は選ばれた鹿は良かった。でも選ばれなかった鹿はその選ばれた鹿の親であろうと子であろうと抹殺されたんですよね。さあ生き残った鹿幸せでしょうか。自分の大切な人が死んでしまう。自分の仲間たちが死んでしまう。それと引き換えに自分たちだけが生き残った。どう自分を正当化していたんでしょうか。もしかしたらね、鹿たちは自分の身を肉食動物に捧げることによってその食材をし続けているのかもしれませんよね。ノアの洪水が終わって、我々ね、もうノアの洪水っていうのは神様がね人間を作り間違えたと。だから一回流してもう一回最初から始めるぞっていうふうな神様の反省のもとにね始めたことだったんですけども、結局人間は悪を行うことをやめないですよね。さあ神様は人間を作ることに成功したんでしょうか。失敗したんでしょうか。そして人間を作った失敗は誰の悪なんでしょうかということなんですよね。でも小暮さんがここまで言ったわけではないんですけども、中学2年の私はそこまで考えたわけなんですよね。でも小暮さんはね、私の心にいろんなね気づかないスイッチを入れてくれましたね。今でもでも小暮さんの曲も好きですしね、考え方もすごく面白いなと思います。余談ですけども、でも小暮さんはなんと隠し子をですね認知したというニュースが私の青春時代の最後のニュースになりました。おいでもお前は本当に悪魔だったのか。悪魔じゃないですよね、認知したわけですから責任取ったわけですから。グッと。それでは失礼します。